こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、ボロボロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご遠慮いただいた方がいいかもしれません。さて、今日の内見の場所は、穴場的な場所で、芸人さんにも人気な、不動前、駅です。今回の物件は、そんな不動前駅から徒歩4分の駅地下です。目黒駅からも頑張れば歩けます。そして、占有面積が 9.35 平米の激狭物件です。ロフトが広いので、実際の面積よりも広く感じると思います。あ、物件が見えてきました。あれです。外観は、タイル調で綺麗です。少し奥に入っているので、静かな場所です。安定のオートロック仕様です。めちゃくちゃ扉が並んでいます。こちらの部屋になります。では、入ってみましょう。玄関は、広すぎず、狭すぎずです。下足入れは、残念ながらありません。動画では、わかりにくいですが、この階段、かなり急です。これは、大腿四頭筋が鍛えられます。上上がってみます。何かと、思ったら、階段上がった正面に、収納がありました。可動棚と、ハンガーパイプがあるので、洋服がかけられます。カーテンレールがついているので、カーテンを取り付けて、隠せる仕様になっています。こう見ると、結構上がってきたように感じます。メインの居室スペースです。窓が3方向にあるので、明るいです。図面上は 5.7 畳ありますが、キッチンや洗濯機置き場などがあるため、とてもそこまでの広さの感覚はありません。こちらの窓からの眺望です。目の前になかなか渋い家がありますね。少し気になってしまいました。ここはトイレになります。温水洗浄便座機能付きになります。棚は、ありません。その隣は、シャワースペースです。一段低くなっていて、図面を見ると、足バス、と記載がありました。ここにお湯を溜めて、足湯的なことをできるということでしょうか。私は、初めて見ました。そして、なんと、浴室乾燥機もついているので、ここに洗濯物を干すこともできます。こちらは、洗濯機スペースのようです。上部に吊り戸棚がついているので、便利です。しかも中が2段になっているのがポイントです。その上も何か置けるようになっています。ここにピクチャーレールがありました。絵を飾らなくても、何か引っ掛けることができるので便利です。キッ
チンは、ミニキッチンタイプになります。鏡もあるので、洗面所兼用ですね。シンク下は、収納になっています。左右分かれているのがいいですね。こちらの窓を開けてみます。エントランスから入ってきたところです。ここに洗濯物を干すようです。南側になるので、日当たり良さそうで、ちゃんと乾きそうです。ここからロフトへ上がります。ロフトへ上がる部分に踊り場がありました。珍しいですね。ロフトは、約 4.2 畳あるので、かなり広いです。寝室のほか、普通にメインの居室で使えそうです。しかし、このロフト、エアコンの効力が及ばなそうです。冬は、いいとしても、夏場は、かなり暑そうです。上から見ると、こんな感じです。結構高く感じますね。今回の物件概要は、概要欄に記載しておきますので、家賃等は、そちらでご確認ください。それでは、今回の物件の、苦節淀を発表します。今回の、苦節淀は、です。エアコンが効きそうにないロフト、足バス、など珍しい設備があったので、2、としました。今回の物件、不動前駅徒歩4分、足バスなどがあり、結構良かったのでは？こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。